あれ止まった、なんで来るとき来るんだけど来なくなんだ急に。どういう風にダメ、ちょっともうたショックかなんか折れてる、多分ダンパーかなんか折れてる。こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は峠のマシントラブル特集をお送りします。万全を期して持ち込んだはずのマシンですが、峠アタック本番でトラブることは十分あり得る話です。サーキットでは問題なくても峠だからこそ起こってしまうトラブルもあるでしょうし、はたまたそれまでのマシンの疲労がちょうど峠で出てしまったという場合もあるでしょう。この動画ではそんなマシントラブルの数々をご覧いただきましょう。ではどうぞ。途中でちょっと制御入っちゃって、それで一回エンジン切らなダメになって思って、あの下りんとこはちょっと良くなかったんですけど、上りはいい感じで。スタートしたが、ここでスローダウン。どうした？スローペースのままフィニッシュ。アムさん、トラブル？多分ドラセ折れてる。なんとドライブシャフトトラブルでB区間アタックできず。しかし A 区間タイムは今回のイベント中一番時計。さすが。この車で峠走るなんて想像もしなかったと思って。初めてですよ、こんなのね。どうでした？いやでも、結構ね、足のセットも木も若干詰めて、いい感じでストロークもしてるし、車高も上げて、するとこもないんだよね。結構速かったと思います。V オクトスピード。
かさ、はい、これなんか変わってる？あ、これは変わってないですけど、スロットルは ECU で燃車を。すごく違和感があるんだけど。どんな感じですか？なんか俺が思ってるも開いちゃったり、はい、このスロットル回路ちょっとのところとかでもまあまあ開けちゃう感じがあって、はい、過敏にしてる？ちょっと過敏にはしてます。だからね、ちょっとこうヒールアントーとかするときだけでもうわーっていっちゃったりとか。この車のファーストインプレッションとしては、まあ、大体今、うん、まあでも車のレビューとしてはそんなに、ポテンシャルはなんか車軽いとか筑波とかだとちょっと乗ってみたいけど、今ここでは少々怖い。あのスロットルが自分と馴染めないとか、そういう部分でいくと。オートブリッピング機能がついてるこの車。説明してくれないんだもん、お店の人。なんでエンジンが止まったぞ。止まってないけど吹けなくなった。おかしくなっちゃった。なんかおかしくなって吹けなくなった。どういう症状で？もう鼻、下り始めて最初のブレーキングしてヘアピン曲がった後、はい、踏むともう何もいなくなったというか、もうってこうなって、あ、エンジン止まっちゃったかなと思う。止まってねえなって、はい、まあ、アイドリングぐらいしか吹けなくて、はい、なんかもうね、3000回転以下しか使わせてくれない感じで、あ、なんかセーフティーモード、うん、なんかモードが入ってた。これブリッピング機能ついてんのね。ついてます。言ってよ。足でブリッピングしてた。いや、なんかどうも俺より深すなこの車と思ったら車にあった。これもし直ればもう一回ちょっと必要だね。はい、はい、あれ、ブリッピングがいなくなった。なんか設定が変わったな。ない方が俺はいいかもしれない。そうですね、うんうん、最初のチェックアウトの時僕はちょっと確認してなかったんですから、うんうん、あの普段も僕もブリッピングなしで乗ってるので、うん、なるほど。じゃあいらないということで。仕様的にはまあ、あれはあのブーストアップからずっと始めたんですけど、まあ、最終的にはもうブーストアップが終わってタービン交換になって、今あの HKS の GTRS3 が入ってます。で、まあ、それを使い切るような感じのチューニングがされてて、カムは透明が入ってポンカムなんですけど、コンロッドが弱いのでコンロッドだけはそれも透明性に変えてます。でピストンとかあとは全部ノーマルで、インジェクターは透明の850で、排気系は HKS のエキスペンションが入ってて、でマフラーはうちのオリジナルのバルブ付きってやつが入ってます。ミッションなんですけど、ミッションのクラッチはドドソンの、まあ、一番安いタイプのやつ、4枚から5枚に変えたタイプなんですけど、それをまあ使い切るような感じで組み込まれてます。本当に乗りやすいんだよねこの車。
行ってみましょう。立ち上がりが悪いっていうか、ブーストの立ち上がりが、あのシフトアップした後とかも、ああそうです。うん。合ってる。パーシャルにして踏む時とかは、ちょっともさーっとして、なんかトラコンじゃないけど制御がかかってるんじゃないかぐらい、こういつもみたいにバシュッバシュッって来ないんですよ。ああそうですか。うん、これね、来る前にスロットルのセンサーがなんかおかしくなって変えとるんですよ。でその時もさっきまで走ってたのに急にダメだと思ったらコンピューター見たらスロットル半分しか開いてなくて、そんな感じなんですよ。いつもねもうあの右と左の足使ってバッバッバッってもうキュッ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 って出るのが、なんか今日いかないですよ。どうしても走りあのスタートするところも、ブーストが立ち上がってくるんですごい時間がかかって、絶対おかしいね、それは。多分おかしいと思う。なんですかね。データ書き直したのと、スーパースポーツじゃなくてスポーツで走ってください。あ、わかりました。はい。でどうなるかわかりません。心配ですよ、ちょっとね。いや、そう、いつもの感じで車が進んでいかないから、あれちょっと、だからまださっきみたいにトラコンが切れてないのかなと思うぐらい、閉じちゃうんですよ。途中から急におかしくなる。そう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 。ダメだな、来ないな。来ない。来ない。頑張れ竹雄、頑張れ。なんだろう、このスロットルが開かない感じ。来るとき来るんだけど来なくなんだ急に。竹雄頑張れ。いいときと悪いときと、なんだろうね、ムラがある。やっぱりうーんってなっちゃうときある。うーんってなってるときってブーストかかってないですか。かかってない。なんかブーストよりもなんかアクセルみたいな、なんかと開かないみたいな、スロットルがね、そっちそっちっぽいね、ブーストよりも。この車は2017年から開発したカーボン R を、当時はウェットカーボンだったんですけれど、どうしてもドライもやりたくなってフルドライで作った1号機です。エンジンは HKS さんのニッパチのステップ3を組み込んで、75115っていう、まあ、HKS のタービンの中で最大の風量をホッツタービンとの組み合わせで1000馬力ぐらいを狙える仕様で作りました。おかしいんだけどさ、左のフロントがおかしいんだけど、右のフロントにいろいろと、なんかガタガタすんの。ちょっとゆっくり帰るわ。なんかね、おかしい。
ドラシャが折れてんのかな、こっちのドラシャが折れてはなさそうですね。動いてもね、ガツンガツンガタガタ落とすんだよね右の前だって。ドラシャは折れてなさそうです。大丈夫、うん、このタイヤつけてるだけでもうポテンシャルがアームとかも大丈夫。アームとか音もすごいだった。音もすごいけど、もうそれよりまっすぐ走る。あれがね、ボールジョイントがなんとかね。さあ、アクティブのゲテ号ですね。この3輪のカーボンワールです。もう世界的に有名なこの1台ですけども、まあ、その峠での実力をですね、皆さんに見せたいと思います。怖いよ。どうも今出ましたけど、はい、いかがですか。ちょっとまあ不安なところもありますけど、はい、まあ秋田さんならちゃんと乗ってくれるかなと思って、はい、ゲテ物使いを今その原因とか、はい、分かった。なんかちょっとジャダーが出てて、まあ、ちょっと電動パワーステとのなんか相性が悪いのかなと、まあ、ドラッグとか走った時は全然気にならなかったんですけどね、曲がる方はちょっとやってなかったんですね流していく、流していく、ダメだ。どういう風にダメ、ちょっともうたショックかなんか折れてる、たダンパーかなんか折れてる。あ、わかりました、わかりました。出ますね。ステアリングロックが落ちちゃって、あの前後が動いちゃったりとか。マジで。そうしたらあれやばい、ステアリングが抜けると思ったら、あのあれが降りちゃってて。あ、そうなんですか。そうそう。あとでもね、もうパワーステが効かなくなるんで。ああ。なんだろう、もうとにかくね、あの向こうはなんだろう。なんていうのかな、底突きしないの、向こうのショックは。こっちはもうずっと底突きしてんの、ガン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 ってずっとこっち。あ、うん、なんかダンパーが効いてない感じ、こっちは。えダンパーが効いてない感じ。あ、そうですね、右前は、うん、なんかだからどっかおかしい、やっぱり右前は。でね、もうあの走ってるともうハンドルが切れなくなっちゃう。峠のマシントラブルは本当に事故と紙一重、十分注意して行っていってほしいものです。今後も私たちを楽しませるエキサイティングな峠アタックを見せ続けてほしいですね。いかがでしたか。今回は峠のマシントラブル特集をお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オクトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。